おはようございます。今日は雨で現場休みです。月曜日で、とりあえずなんと俺の軽トラックのタイヤパンクしてました。コンビニに行こうとしたらなんかおかしいなと思ったら前輪がちょっと片方パンクしてたので、今からタイヤ外してパンク修理に行ってきましょう。まずはがっつりパンクしてんな。ジャッキアップして交換するか。ジャッキはこの工具箱の中に入ってるんですよね。先日も解体屋さんの軽トラパンクしてたからジャッキで外して交換してきましたけど、この十字レンチはこの助手席の後ろに置いていくんです。寒、タイヤ外れまタイヤ外れました。どこがパンクしてんだろうな。パンクしてるところだな。パンクしてました。ここ直ったなってか。まあいいか、一回中で温まりましょう。今日の予定決まりました。スクラップのアルミニウムくずのガラアルミをスクラップ屋さんに出荷してくれって社長から頼まれました。で、今からタイヤ交換したらコンパネ積み込んで立ててガラアルミ積んで出荷したいと思います。はい、無事にタイヤ交換終わりました。で、今からアルミくず出荷するって言ったんですけど、今日午後用事が2つ入ってるのでちょっと忙しいのでシュレッダーくずいできちゃいましょう。これファンヒーターですね。ファンヒーター、これシュレッダーくずですね。シュレッダーくず、これもファンヒーターだな。シュレッダー、入ってんな。あ、アルミじゃん、アルミ。これもアルミじゃん、アルミ。このボルフもダメだな。これも自然なで出しちゃう。銅管だ、銅管、銅管で出てきた。あ、これも気がついてるからダメだ。これなんだ。え、なんか結構混ざってるな。この辺もみんなシュレンシュレンだ、シュレンだ。あー、ストーブある。これもあ、結構重いな。ガスコンロあるな。
重い。これも、これもコーダーズだな、コーダーズ。シレンダー。あとはなさそうか。あ、あ、バラした。これは何だ、アキュムレーターか。これも、モーター切ってある。モーターのバラシか。この辺ごちゃごちゃしてるから、この電子レンジも積んじゃいます。これはどうなってんだ。何や、この辺もシレンダーで通りそうなのあるな。鉄率高いやつはみんな持ってちゃいましょう。この辺のファンヒーターも積んでっちゃうか。この辺もギド材では通んないですね。シレンダーだ。思いのほかゴミ鉄だらけになったのね。この上にギド材も積んでいきましょう。これではひどい。ゴミ鉄だ、ゴミ鉄。はい、軽トラック平積み1台になりました。今から近所のスクラップ屋さんに手作りで置いてきます。ゴミ鉄出荷してきました。なんと軽トラック平積みで8000円ぐらいになりました。なんと49円、やばい単価出てきましたね。50円の大台に乗ったらどうしましょうか。いやー、苦情言われない程度に仕上げていきました。あれは本当にゴミみたいな鉄くずだ。あれは粉砕して磁力で鉄くず回収します。あれはギロ材とかシャー材ではちょっと通ないですね。不純物が混入してあるので。まあ、粉砕するから、ダストついてても、多少なら、通ります。ということで、以上。